新北とは、朝鮮民主主義人民共和国を支持、擁護する立場、もしくは北朝鮮主導の朝鮮半島統一を支持する立場を指す。別称として、日本では地下とも、韓国では樹とも用いられる。新北についての統一的な定義は存在しない。だが、2015年11月18日に、新北半国家行為写人名時典の出版が、 発表された際に、長江済みは、元北朝鮮工作員である、金東職の証言から、新北に該当する勢力の基準として、下記の5つを絶対に批判しないと主張している。北朝鮮の最高指導者共産主義、社会主義国家における、世襲主体思想北朝鮮の、独裁体制北朝鮮国内の人権侵害連合国による南北分断当初から、朝鮮では、 南朝鮮の政府に正当性はなく、北朝鮮の政府に正当性があると考えるものが多かった。史実であるか否かはともかくとして、北朝鮮の指導者には、抗日パルチザンの英雄たちがついていること。ソ連軍は北朝鮮各地域に人民委員会を組織すると、直ちに権力を引き渡したのに対し、米軍は南朝鮮にアメリカ主導の李承晩政権が誕生するまで、 直接軍政を敷いていたことがその理由である。金達樹も著書朝鮮のグラビアで軍事境界線上で北朝鮮側から見た韓国軍の写真を掲載している。独立から朝鮮戦争を経て1991年に国際連合へ加盟するまで分断国家の韓国は冷戦という環境下で朝鮮の正当な国家としての地位を北朝鮮と争っていた。 朝鮮戦争の被害と貢献による徹底的な反共政策の結果、当時の韓国世論は北朝鮮を敵視しており、新北は社会的に許されるものでなかった。そのため、歴代政権はしばしば反政府運動と新北行為を同一視して国家保安法による冤罪事件を生み出した。新北が許されない、社会状況は民主化宣言後も続いていたが、 この間に1991年に第41回世界卓球選手権で南北統一チームとして出場するなどと状況は大きく変わった。1998年に近代中政権になり2000年代に入ると太陽政策の影響から韓国世論は北朝鮮を敵ではなく同胞として見るようになった。ハンギョレ東西夜景の流れを組むマスコミを通じて 南北融和を促す主張が提起された。このような流れは、韓国現代史の評価見直し作業と並行して進み、特に、ロブ現政権は、真実和解委員会という政府組織を新設して、政治家の反響政策、韓国軍、韓国中央情報部による犯罪行為の調査、発表を行った。韓国では北朝鮮への融和言動、停止制だけでなく、 北朝鮮政府の代弁者、参加のように脱北者や北朝鮮による死傷者に対する無関心や冷酷な言動、北朝鮮批判活動制限、チラシ反プ妨害への批判に用いられている。日本の革新陣営では、はじめは日本共産党が北朝鮮の執権政党である朝鮮労働党と交流していたが、共産党が主体思想や、 石化統一論を批判したため関係が悪化し、交流が断絶した。その後日本社会党が朝鮮労働党と友好関係を築き、明日方和夫や田辺誠など歴代の社会党幹部が包丁し、朝鮮労働党唯一の友党を自称した。また社会党は他の革新野党である共産党や民社党から疑念を持たれた拉致問題に関しても拉致問題は 朝鮮人差別によるでっち上げという立場を取った。これは、社会党が社会民主党になってからも、1997年に、機関紙である月刊社会民主に、少女拉致疑惑事件は新しく創作された事件という、他ないと断じた論文が掲載された。2002年、社民党は、世論の反発を受け朝鮮労働党との友好関係を凍結した。 社民党幹事長の又一政治は2016年に北朝鮮が行ったミサイル実験について談話において事実上のミサイルとして抗議した。なお、韓国で北世紀率いる開発独裁体制が反響の猛威を振るった1960年代から1970年代にかけて日本の知識人の間では新北であることが進歩的であるとの空気が蔓延していた。 これは、1960年公開の映画、青春の国地里場等、北朝鮮に肯定的なマスコミがイメージ形成に一役買っていたと言われる。だが1980年代には北朝鮮が、ラングーン事件や大韓航空機爆破事件などのテロ事件を起こしたことをきっかけにその体制の実態が少し知られ始めた。1990年代に入ると、 それまで革新派に批判されていた韓国では民主化が進んだ一方、核兵器開発問題や人権問題などが日本のマスメディアでも強調されるようになった。2002年の日本人拉致事件報道以降でも日本には新北団体メンバーや地方議員など包丁する政治家が存在している。2017年10月末には神奈川県の山和市議と横須賀市議二人が 包丁している。日本政府関係者によると、2017年時点で、毎年日本から北朝鮮友好団体の約150人、現役の地方議員を中心に、政治家約50人、マスコミ関係者の30人ほどが包丁していることが報道されている。観光目的の一般の日本人の2倍いるとされ、合計で年間300人以上の日本人が包丁している。 北朝鮮の国際関係図。緑色で塗られた諸国とは国交を有し、赤色で塗られた諸国とは国交が断絶し、灰色で塗られた諸国とは国交を有していない。その後、核開発やミサイル発射によって、いくつか国交断絶されている。北朝鮮は、国際社会に対し攻撃姿勢を貫き、ラングーン事件や大韓航空機爆破事件。 近隣諸国民拉致など国際的テロリズム事件を多数引き起こし、20世紀末から核実験やミサイル発射を断続的に実施しているため、国際社会から有をされている。外貨獲得のためには手段を選ばず、通貨偽造や麻薬製造などの犯罪行為に手を染め、外国へのサイバーテロにも注力し、外国銀行への不正アクセスによって資金を盗んでいる。 国際社会からはならず物国家とみなされており、厳しい経済制裁が行われているにもかかわらず、挑発的行動や犯罪行為の改善は全く見られず、アメリカからはテロ支援国家に指定されている。キューバ、北朝鮮は1960年からキューバと外交関係を持ち、ハバナに大使館を置いている。キューバは、 北朝鮮の一貫した友好国であり、冷戦の間、北朝鮮とキューバはアメリカ帝国に反対する立場に基づく連帯の絆を築き、1968年にラウル・カストロは彼らの見解がすべてにおいて完全に同一であると述べた。キューバは北朝鮮との連帯を示すために、1988年ソウルオリンピックをボイコットした。2016年、 フィデル・カストロの死後に北朝鮮は3日間のもに服すことを宣言して葬儀に代表団を送り、キム・ジョンウンはピョンヤンのキューバ大使館を訪問して、弔意を表した。2018年、ミゲル・ディアス・カネルが北朝鮮を訪問し、北朝鮮に対する制裁への反対を強調した。北朝鮮メディアは、キューバ人を社会主義という共通の目的を持つ同志として描いており、 キューバは北朝鮮との友好関係により、韓国と国交がない。http://www.kpedia.jp:/w/28173ab <し> <premature> 新北パネリスト超生卓は、売国やつ北は魅力的な独裁国家から、著数オンライン朝鮮日報。アーカイブイズ2019年2月22日閲覧。 ベイディアン、オリジナルの2015年11月19日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20151119142806/http:/www.dailian.co.kr/news/view/539569/ <ッ>共産主義において、世襲は絶対悪である。そのため、中華人民共和国では、 北朝鮮の金一族世襲独裁体制への批判が強い。北朝鮮、金ファミリーの世襲正当化に、中国のネットで猛烈批判ニュースポストセブン。www.news-postseven.com。2018年10月30日閲覧。解説、北朝鮮の世襲制。 中国は内心で、強い不快感か引くライブドアニュース。ライブドアニュース。http://news.livedoor.com スラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ5255386スラッシュ2018年10月30日閲覧。北には低姿勢、脱北者には、帝王のように君臨する統一部長官、諸ンオンライン朝鮮日報。 www.chosunonline.com2018 年10月30日閲覧社説脱北者出身記者排除は言論の自由の侵害として貴著寸オンライン朝鮮日報 www.chosunonline.com2018 年10月30日閲覧統一部による 本市脱北記者外し、国際組織が批判、言論の自由侵害、諸寸オンライン朝鮮日報。www.chosunonline.com。2018年10月30日閲覧。社説、脱北者の権利と言論の自由を認めない、韓国朝鮮日報。www.chosunonline.com。 2018年10月30日閲覧。また一政治。北朝鮮によるロケットの発射に抗議する。社民党。オリジナルの2016年2月10日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20160210120938/http://www.sdp:/or.jp//comment/2016/02/07/ <ッ>北朝鮮によるロケットの発射に抗議する。中野鷹。 中国人の北朝鮮への心象悪化か。中国人包丁者が激減。日本人包丁者はハーバービジネスオンライン。オリジナルの2021年1月23日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/2020123010959/https。 hbol.jp スラッシュ 1535672017BBC ワールドサービスポール BBC ワールドサービス p 三十二二千二十一年六月八日時点のオリジナルよりアーカイブ二千二十一年六月二十一日閲覧二千十四 b b c ワールドサービスポール BBC ワールドサービス P332014 年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月13日閲覧朝鮮民主主義人民共和国からことバンク三塚清平各ミサイル開発で金正恩氏の秘密資金枯渇かラジを報道産経新聞オリジナルの2018年1月27日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20180127171615/https:www.sankei.com/world/news/180127/wor1801270024/n1 と h t m l 北朝鮮サイバー戦争の破壊力。ロイター。オリジナルの2021年4月10日時点におけるアーカイブ。<ッ> h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 4 1 0 0 0 2 0 5 6 h t t p s j p r e u t e r c o m アーティクル。コラム NK サイバーを維持部分 100AI ハット。北朝鮮。 銀行サイバー攻撃で違法に資金獲得前が警告。ロイター。オリジナルの2020年9月6日時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 9 0 6 1 1 4 0 4 2 i f h t t p s j p ロ o i t e r c o m アーティクルサイバー USA ノースコリア維持部分25 M2QX ハット、北朝鮮が、銀行サイバー攻撃イ政府、警戒呼びかけ。日本経済新聞。オリジナルの2020年8月28日時点における、アーカイブ。https web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20200828104946スラッシュ https。 www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ6310万 1270X20C20A8FF8000 米キューバをテロ支援国家に際して影響は限定的か朝日新聞オリジナルの2021年2月15日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20210215202756/https w w w a s a h i c o m articles a s p 1 d 2 r z f p 1 d u b 0 0 8 h t m l 8ドラマ2サミュエルザノースコリアキューバコネクションザディプロマットオリジナルの2016年6月8日 時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/201606081506177/https:zdiplomat.com2016-06 The North Korea Cuba Connection A.B. Young Benjamin R. Revolutionary Solidarity Castro Escogy Relationship with North Korea NK ニュース、オリジナルの2016年12月21日時点における ive,、アーカイブ。https://web.archive.org web 2 0 1 6 1 2 2 1 0 6 0 4 5 7 https www.news.org 2016-11 r e v、K、o l u t i レボリューショナリーソリダリティカストロスコージー リレーションシップウィズノースコリア、NK デクレアズさん、デイモーニングオーバー X、キューバ番リーダーカストロ、S です。ヤヌハップ、オリジナルの2016年11月28日時点における、アーカイブ。https s l ン s h web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20161128200044スラッシュ http インクリッシュ、ヤヌハップニズ、 CoKr ニュース二千十六十一二十八零二零零零零零亜エ二径百六十一兆千二百八十億二百八十五万二千三百十五。HTML ハット dprk リーダーカン・ベイズコンドウラン・ススオーバーパッシング・オブフィデル・カストロシノイスオリジナルの二千十六年十一月二十九日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20161129150803/http:/news.xinhuaneet.com/inclish/201611/29/41 億3586万 6688htmhat キューバ番プレジデントミーツノースコリアエス・キム・ジョン・ウン、アズパート・オブ・ファースト・オーバーシーズ・ツアー。タイム、オリジナルの2018年11月8日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2018110823334/.http:time.com、5444537。 キューバノースコリアルシアチャイナ DPRK キューバリレーションズショーケースミュージュアルサポートソリダリティクヤングチョンタイムズオリジナルの2016年8月28日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20160828222245スラッシュ https ケイク・ナワッチ、CO、ヌストリム、14億7230万5652から3億4757万5089、DPRK ・キューバ・リレーションズ・ショーケース、ミューチュアル・サポート・ソリダリティ、北朝鮮にギリ通す、キューバ、韓国とは、就航不可能か。ハン・ギョレ、オリジナルの2019年11月14日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20191114080547/.http://japan.heni.co.gr/.rt/.international/.19551.html ありがとうございます。